こんばんは。マーチンの靴はゆずぽですか？うん、私のドクターマーチンです。あれ、そう、白い靴がミヤマルの方で、ドクターマーチンは私です。そう、そうです。最近ドクターマーチンめっちゃ履いてる全然なんか雨の日とかも履いちゃってるけど、全然履いてますね。そう、かわいいよね、ドクターマーチンってさ、合わせやすいよね。めっちゃ一個持ってると便利だよね。こんばんは。かゆい。こんばんは。ギフトありがとうございます。ありがとう。ハートとか。ハートとか。これなんだろう。風船？ありがとうございます。スマイルの風船合ってるんかな。スマイルの風船もありがとうございます。マーチン足に馴染むまで時間かかりました。めっちゃかかりました。めっちゃかかったね。なんか靴ずれすごいしたから。そう、靴ずれめっちゃした。めっちゃね、痛かった。そう、とにかく靴ずれしまくってって感じでした。もう靴ずれしてなんぼって感じでしたねそう、もうなんか慣れるまでは靴ずれするしかないらしくて。そう、だからでも靴ずれしないようにするにはちょっと分厚めのなんか運動するときに履くような靴下履いたりとか、あらかじめ絆創膏貼っておくとか、足に当たるとこにとか、そういうことはできるけど、でもやっぱそれでもするねそう、それでもする。なんかブーツと、もう一個なんか短いやつも持ってて、そう、短いやつもね、結構ね、時間かかりました。痛かった。こんばんは。そう、時間かかったね。そう、だから本当に、まあでも可愛いから、可愛いし何でも合うから全然いいんですけど、そう、でもその代わりすごい履けれるようになるまでには時間がかかるかなって感じですこんばんは。靴ずれ痛いよね。痛いよね、わかる。こんばんは。やっほー。前髪切りたい。こんばんは。こんばんは。やっほー。なんで今日そんな可愛いの。今日もって言ってもらっていいですかいやでもすっぴんなんですけど今日。こんばんは。
品だとやっぱどうしても顔薄いよね顔薄いよね、すごい気になる。特になんか目元とかさ、もう顔面の薄さが出ちゃってる。こんばんは。リップの色めっちゃ可愛い。イエーイ。リップの色はね、これはあれですね、本当はステージに立つときにつけるような色なんですけど、そう、本当はステージ用です。ステージ立つときに塗るって決めてるやつだけど、めんどくさかったから、その場のその場にあったからつけちゃったよっていうのがテーマですけどテーマが長いですね。そう、そういうことです。こんばんは。濃いめ、うん、そうですね、そう、濃いめですね。そう、ステージは濃くてなんぼなので、いや本当にこれはガチなんだけど、いやメイク濃って思わないでね。でも濃い方が絶対顔ははっきりするわけよ。そう、顔がはっきりするから、そう、メイク濃いなって思わないでね、公演の時とか。別に劇場公演の時はそんなに、じゃあ劇場公演じゃない、トーク会とかの時はそんな濃くしてるつもりはないんだけど、まあって言ってもそんなに違いを出してるかって言ったら、そんなことないんですけど、まあ気持ちだよね、結局は。結局は気持ちなんだよ。TGC から1ヶ月で事実にビビってる。本当にそれなんですけど、どうしましょう。やだね。もう歩き終わってるよ、この時間なんて。新幹線乗ってますね。新幹線乗ってるね。うん、乗ってますね。ありえない。ありえない、ありえない。やだ、そんなの。やだよ、ゆずは。早いね。早いですね。新衣装めっちゃ似合ってる。あれですか？ MV の衣装じゃない？ MV の衣装？あれ可愛いよね。ゆずもめっちゃ好きやの衣装。怒る。さっきバッドムードの新作上がってた。嘘、バッドムードさんの服可愛いよね。なんかスニーカーめっちゃ可愛くて、ピンクの。あれなんかフィラーっていうところとなんか、そう、コラボしてるスニーカー可愛かった。ゆずの LINE のアイコンです、あれ今の LINE のアイコン、あのバッドムードさんの靴です。靴の写真、私のアイコン、 LINE のそう、私の LINE のアイコン。こんばんは。欲しいな、バッドムードさん。ちょっと見てみよう、後で。いい情報回ってきた。3時半の、ん？ 3 時半の壁？突破おめでとうございます。そう、昨日寝れなくて、そう、私もびっくりした。そう、メールに送ったんですけど、みんなちゃんとゆずのメール取ってくれてます？私のメール取ってくれてるか、みんな。まあみんななら取ってくれてるよね、知ってます。そう、4時になってさ、なんか私の携帯4時になると画面が変わるんですよ。なんか画面が変わるんですよねそう、画面が変わるんですよ。そう、画面がちょっと明るくなる。なんかいつも目に優しいやつに設定にしてるんだけど、なんか4時を回ると画面がちょっと明るくなるんですよ。
そうで、なんかあれみたいな、さっき明るくなったじゃんと思って見たら、時計見たら4時で、勝ちだと思って、そうちょっとなんかショックだったそうナイトモード、そう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 、やばいよね。そう終わってました、さすがにやばいと思ってすぐ寝たけど、その後にだいぶやばくない？こんばんは。ネットの調子が悪い。え、私の調子が悪い？え、今大丈夫そう？画質。そうで、水もさ、今さ低速なんだよね、携帯。そう、なんかそう低速、めちゃめちゃ低速、めっちゃ遅い。その本当にイライラする。外で携帯触れないわけじゃないんですけど、そうなんか、そうめっちゃさあ遅いんだよね、すっごい嫌だ。そうだし、なんか携帯の調子が悪いのか知らないけど、なんかすごい急に電源落ちたりとかするんですよ最近。そうなんか本当になんか携帯変えたい。こんばんは。やっほー。携帯何歳？もうすぐ1歳です。今11ヶ月くらいそう今11ヶ月くらい、まだ赤ちゃんやん、11ヶ月とか。そう今日さ服屋さん行ったらさ、すっごいなんかベビーカーみたいなの乗った赤ちゃんにガン見されて、そう可愛かっためっちゃ見られた。何だったんだろう、男の子なのか分かんなかったけど、多分男の子だかな、分かんなかったけど、すっごいなんかみたいな、めっちゃ見られて、私も見てたけど、特に反応がなかったので、ちょっと悲しかった。ちょっと悲しかった。そうめっちゃ見られて可愛かった。でこんばんは。初訪問の方ありがとうございます。 SQ48 GMS のしぐれずきです。こんばんは、ありがとうございます、ありがとうございます。こんばんは、グッドイブニング、こんばんは。グッドイブニング、こんばんは。1260、やあ、もうそんな、なんかこの間さ1000日いったみたいななってたよね。もうそんな、それからもう260日も経っちゃって、ありえない、ありえない。
こんばんは。あ、今日はね、お母さんとね、めっちゃガチャガチャをしました。二人でそう、ガチャガチャをしました。そう、ガチャガチャした。めっちゃ、もうこれが最後とか言ってたけど、そう、めっちゃね、しました。まあ何かは言わないんだけど言わないんかいって感じなんですけど、そう、ガチャガチャして、一回300円だったかな、300円でした。そう、違う、400円かな、400円だ。そう、何回したんだろう、7回ぐらいしてて、やばくない？純粋に。そう、結構高いよね、400円のガチャガチャをさ7回って、えぐくない？なんか妹ちゃんの好きなアーティストさんのガチャガチャだったんだけど、そう、まあ無事に妹ちゃんの推しが出たわけよ。けど、もう一個それが欲しかったんですよ、その人の。そうで、なんかお母さんの友達がその推しが好きだから、一緒なんですよ、一緒の推しなんですけど、妹ちゃんと。そうだからそうやってた。こんばんは。あと、なんかお母さんが別のガチャガチャをそうやってて、3回くらいやってたガチャガチャとか久しぶりにしたな。そう、最近してなかったから、なんか見るのはすごい好きだし、なんかガチャガインスタとかでめっちゃおすすめで回ってくるんですよ、ガチャガチャ。私がよく投稿見るから、そう、ガチャガチャの投稿をめっちゃ見るからさ、そう、なんかインスタのおすすめでめっちゃガチャガチャ流れてくるんだけど、そう、すごい流れてる。こんばんは、ギフトありがとうございます。ありがとう。こんばんは。インスタ見たよ、あれですよね、ミヤマルトのやつですよ。そう、昨日はね、あのね、8期で打ち合わせしてからのあれだったんですけど、情報解禁配信だったんですけど、あ、ギフトありがとうございます。かわいい、これ犬？バルーンアートみたいなやつ、ありがとうございます。そう、だからもう服がかぶりすぎて、まずチェック柄がもう、私と泉ちゃんとマリンとアミがまずチェック柄だったんですよ。そう、まあ柄が合うのはまあまあまあ、まだわかるまだわかる。そう、まだ全然柄が合うのは、まあ、珍しくはないわけでもないんだけど、まあわかるじゃないですか、まあ一緒の柄だねーの、わかるんだけど、セットアップが私とみやまるとかほちゃんがセットアップで、いや、もうここまで来るとね、もうびっくりよね。で、ワンピースも多分、ワンピースの子がマリンとルーちゃんと横にあったかな。そう、すごいよね。そう、ゼップの打ち合わせでした。そう、いつ情報解禁されるかが分かったので、みんなもうすぐだよ、みんなもうすぐで日程分かりますよ。ただまだ言えないから楽しみにしててね、みんなゼップ来てねう
もうすぐだよ。キルシのトレーナーそれ。嘘。可愛いよねこれ。みんなちゃんと来てね、ゼップ。来てね。ってことはゆずぽの好きな曜日も一緒に知るんだね。まあそういうことになるよね。うん。そういうことです。いや、私の好きな曜日は何曜日なんでしょうか。楽しみだね。楽しみだね。ゼップ楽しみすぎる。みんな来てね。本当に好きな曜日なのか。いや、本当それだよね。私が好きな曜日とか言ってて、全くそうじゃなかったらおもろいよね。そう、勝手に好きな曜日とか言ってるだけで、もしかしたら全然何の関係もないかもしれないから。まさかとは思うけど。いや、わかんないよ。そう、その場しのぎで適当に、あ、ゆずの好きな曜日ですよとか言ってるだけかもしれないか。わかんない。そんなのわかんない。私にしかわかりません。こんばんは。やっほー。こんばんは。どんなクイズだ。いや、本当にそうよね。ヒントはないの？ヒント？ヒントですか？私の好きな曜日のヒントだよね。うん、ないかも。7つの中のどれかです。ヒント。こんばんは。7つの曜日の中のどれかです。が答えですね。もう答えにすらなってないからな。ヒントとして成立してないもん、もう。初訪問2度目ありがとうございます。 SK48 TMS のちくりゅうづきです。こんばんは。ありがとうございます。やっほー。みんな絶対来てくれるでしょ。だから早く来てね。早く来てねはおかしいか。チケット当たれば死んでも行く。いや、当たるでしょ。当たんないことあります？いや、もうむしろ本当にやばいよ。呼び込まないと。いや、やっぱ8期だけのファンじゃ、そう、ゼップはきっと埋まりません。いや、本当に SK48 のファン全員が申し込まなきゃみたいなレベルで、やっぱね、申し込んでくれないと。だからみんな来てね。こんばんは。情報解禁されるのは何曜日だっけな。情報が解禁されるのは、おお、まあ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 、まあ、もうちょい先って感じですかね。いや、みんな当たるでしょ。いや、でも昨日の本当に打ち合わせして、いや、瀬取り考えるのが難しすぎるね。もうなんかやっぱどんな、とりあえずなんかやりたい曲言ってくみたいな言ってったんだけど、まあごちゃごちゃじゃないですか。まあ、まとまりも何もなく、ただただ自分たちがやりたくて言ってるようだけの曲だと
意味ないよみたいな、そうスタッフさんも言ってくださったんだけど、そうただただ記念になんか10分立てるからそうこの曲をやりたいだけじゃ意味がないみたいな、本当にちゃんとどの曲もだけどそのこういう理由があってやりたいっていう理由がないとそうやらないって言ってたので、そうこういうなんかこの曲はこういう理由があるからやりたい、この曲はこういう理由があるからみんなでやりたいみたいなっていうのがないと、そうやっぱりそうそんな簡単に立てる場所でもないし、そんな八木でっていうせっかくのねチャンスだから、そうっていうのをすごい初期から見てくださるマネージャーさんが言ってくださった。そうでもね難しいよね、簡単にねそうそんな決まるものでもないし、すぐに全然打ち合わせって言っても昨日は本当そこまで進んでないです、全然スツリも全然できてないし、ただただ自分たちがこれやりたいあれやりたいって言ってって感じだっただからまだ本当全然よまだ全然です、ただただすごい楽しみでも、こんばんはやっほー、受験の方ありがとうございます。 SK48 チームメスのしぐれずきです、こんばんはありがとうございます、やっほーこんばんは。いやでもねめちゃめちゃ楽しみ、ほんとだね、こんばんは。夢の階段あるかな、どうだろうねあるかな夢の階段登れ、あるかな、楽しみに楽しみに、こんばんは。SK 入る前どのチームの公演よく見に行ったの、私グループに入る前めちゃめちゃ詳しくないかったんですよ、そう SK すらも本当にジュリナさんと須田さんも本当に分かるかなぐらいのレベルだったので、そう全然知らなくて、なんか AKB さんがすごい流行ってた時2010年とか11年くらいでしたっけ、すっごいあのもうみんな知ってる時にちょっともうほんとかじったレベルで本当になんかガチオタみたいな感じじゃなかったので、そうなんか本当になんかなんて言うんだろう、テレビとかそういうもの見るよりもあのもっと他のことすることが好きだったので、そう全然詳しくなくて、だから劇場公演とかコンサートとかライブとかは今まで一回も行ったことなかったです。まあノリでって言ったらなんかあんまり良くないけど、まあノリなのかな分かんないけど、そう本当に試しに、うん試しになのかな、そうあれだけど本当とりあえず写真を送ったんですよね、そう一次審査の時、そしたら気づいたらもうメンバーになってたっていう感じでしたそう全然詳しくなかったので、入ってからです本当にめちゃめちゃ曲とかも聴いたり、そうめっちゃ
毎日 Google で調べてって感じでした。そう、何も知らなかった。そう、気づいたら受かってました。すごい、めっちゃ目かゆいな、マジでやばい、どうしよう、やばい、ありえないぐらいにかゆい、ちょっと待って、やばいかも。やばいやばい、あれだ、前髪が長いからだ。あふ、あーかゆい、なんか前髪が目に刺さってんだよね。前髪が長すぎて、前髪切りたいな。うわ、なんか一本さ、なんかまつげがこっちの目のなんか変なとこに生えてんだよね。そう、なんかすごい変な生え方してて、めっちゃ痛い、目かゆ。こんばんは。私2003年の10月10日。すごい、1日違いじゃん、すごい。たまにいるよね、そういうの、そういうのってあれだけど、親近感湧きまくっちゃう。そう、私は2003年の10月11日です。1日違い。こんばんは。なんか逆まつげなのかな。逆まつげってさ、私が思う逆まつげじゃないんだよね、でもこれ。わかんないけど、結構なんかめっちゃもうまつげなんかすごいキワキワに生えてるから、このめっちゃ刺さって痛い。こんばんは。こんばんは。よく SK に応募したね。いや、ほんとだよね。多分愛知県出身じゃなかったら多分受けてないよ。たまたまお母さんがオーディションを見つけて、そう、それで応募したって感じです。ネットです、多分ネットで写真ポンって送った気がする。ネットだったんかな。でもほんとに私が知らない間に写真送られてたので、そう、わかんないんだけど、そう、でもどっかお出かけ行った時の写真でした。真っ黒だった。そう、真っ黒でした。そう、私が愛知県出身じゃなかったら多分受かってない、受かってないっていうか、もうそもそも受けてないですね、 SKE。 そう、全然知らなかった。で、二次審査も何言ったか本当に覚えてなくて、本当に記憶にないんだよね。ただすごい人がいっぱいいたのだけは覚えてる。ただただ人が多いなーぐらいにしか思ってなかった。そう、面接も10対10ぐらいだったんですよ。メンバー10人、メンバーじゃないな、その受ける人10人、スタッフさん10人みたいな感じで、もう1人1人目の前にスタッフさんがいるみたいな感じだったので、
そう、そんな感じでした。そう、10対10ぐらいだった。ほんと宮村は怖かった。宮村はでも確かシード使ってるよね。だからなんか一次審査、違う、面接も2日間か午前と午後に確か分かれてた気がするんだけど、午前は愛知県とか、なんか多分名古屋の、名古屋、愛知県、岐阜とか三重とか、多分その辺の人たちが午前で、午後は多分地方から来る、地方から受けてる子たちが午後とかだったんだけど、そう、私は午前だったんですよ、愛知県出身だったから。そうで、野村は多分シード使ってるから面接も受けずに、だけど写真だけ撮るって言われたらしく、写真だけ撮りに来たらしいです。そんな感じでした。三次審査はね、三次審査も覚えてないね。シードってなんかかっこいいよね、わかる。そのまんまその言葉みゆまるに言った、この間シードってかっこいいよねって言ったら、いやかっこよくないし、一回落ちてんだよって言ってたから、まあそうかってなったけど、いやでもかっこよくない。そう、でもルーちゃんはなんだっけ、他のオーディションにシード権使ったみたいで、8期は最初から受けたらしいです。そう、みゆまる一回落ちてんだから別にそうでもないわって言ってた。三次審査はね、歌やって、違う、ダンスやって歌だったんだけど、ダンス審査は多分ほとんどの人が合格してて、そう、そう、りゅうちゃんはもう一個多分違うオーディションに受けてた時に、そう、それの時に使ったらしいです。三次審査はダンスがパレオだったんだけど、何時間かな、1時間くらいでサビを覚えて別の会場に移動して、そのまま踊るだけだったんですけど、そう、難しかったね。いや今思えば別にそんな難しいことしてないんだけど、なかなか覚えれなかったですね。でもチア習ってたから、まあ踊れるだろうみたいな軽い気持ちでいたけど、いやめっちゃアイドルやんと思って、そう、すごいアイドルみたいなダンスだったから戸惑ってました。まあでもなんとか受かって、ダンスはとりあえずなんか笑っとけばいいかなみたいな気持ちだったので、踊れなくても笑っておこうっていう。そう、笑ってればなんか見てもらえるかなみたいな、なんかそういう、そう、考えだったんですよ、とにかく。そう、だからまあ棒立ちになってもとりあえず真顔にはならずに、そう、笑っとけばいいかと思ったら、そう、番号呼ばれて、ダンスはそう、あれでした、名前が呼ばれたら合格みたいな感じだった。まあ、全部そうでしたね、全部そうだった。面接も名前呼ばれて合格して、名前っていうか番号、そうで、そのまま歌進んでって感じでした。終わり。以上、私のオーディションのお話でした。歌はね、でもね、マリンとかは多分一緒でした、同じ組だったかな、番号近かったから一緒だった。10人ぐらい、一気に10人ぐらい歌ってたんですけど、まあそりゃサビ前で切られるわってぐらいの人数で受けてたので、歌の審査もそう、10人ぐらい一気に一人ずつポン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 って歌って、ちょっと失業として、そう。そんな感じだったかな。他にも卒業しちゃった子とも一緒でした、何人か。なんかワンちゃん伊藤美希ちゃんが一緒だったかな、違ったかなぐらいの番号の近さだったから、わかんない、どうだろう。こんばんは。
そうでもなんか初めて受けたんだけどオーディションに、そうなんかこの人受かりそうだなとかいうのがなんとなく分かっ、なんか見てましたそうなんかその時から多分人間観察すごい好きだったからこの人は受かるだろうなとかなんかそういうのがそう結構見てた。でなんか私も13歳とかだったから13歳だったからもう大人しかいないんですよ周りが。13歳以下の子なんて多分アミちゃんぐらいしかいなかったので、そうもう子供を見るような目で「お菓子いる？」みたいな、もうそんな感じだったねそう「お菓子いる？もう食べる？」みたいな、もうなんかそんな感じだった、みんなの喋りかけ方がそう、もうみんなからお菓子もらってました食べる？みたいな、そう長いからオーディション1日あるんですよ、そう1日あるから自分が終わったら待機してなきゃいけないんですよね。で私オーディション終わってからも最終で多分スタッフさんとかがこの子は合格みたいな、多分そういう話とかがあるから、そうそうなんかね、そうもらってましたお菓子でそう、それでなんか私の机、なんか机が多分2人で1席みたいな、2人でなんか1個の机に2人だったんですよ。で通路挟んで隣の机がアミちゃんだったんだけど、アミの隣の席が空いてたのね、そうだから来なよみたいなっていうのは覚えてる、なぜか分かんないけど、けど私はなんか注意されるのが怖くて行かなかった、いやいいやーって言ってました。そう移動するのが怖くて、そうでマリンが宿題してたのを見て、そうだゆずも持ってきたんだと思って宿題をしてました。そんな感じです。気持ちはわかる、いやわかる、なんかそう初めて行く場所でそんな勝手に移動していいんかなみたいな、そういうのがあったからえみたいな感じだった。宿題とかもはや可愛い、いやなんかさ、なんで宿題したんだろうねめっちゃ面白くない？なんで持ってってんの本当？なんで宿題を持っていくっていう、そのもうどういうのがちょっとよくわかんないそうでもオーディションの番号が一桁だったから、そう一桁だったのでもう最初の方で終わっちゃったんですよ、そう歌唱審査も、そうだから待ちの時間がすごいあったので、とにかく暇で暇で仕方がなくて、そう時間があったのだけはすごい覚えてますね、そのところどころしかね、そのエピソードは覚えてないけど、そうでも時間がすごい長かったなっていうのはある番は7番だったっけ、8番です、8番、8番でした。その日にすぐ合格発表なんだ、そうです、なんかでも今はさなんかメールとかじゃないですか、多分11期の子たちメールなんだと思って、オーディションってその場でさ呼ばれるからいいっていうものもさあるじゃんその場でさ名前をさ何番何番って呼ばれるのがいいじゃん、オーディションっていうのは、いやでもそれすらもないっていうのだちょっと悲しいよね、まあしょうがないよね、コロナだしね、集まれないってもまああるかもしれないけども、いやでも、まあ、その場で名前を呼んでもらえるからいいっていうものじゃないですかオーディションってメールはバイトの面接官、面接官強い、あメール、えバイトの面接ってメールなんだ、電話じゃないんだね、電話のイメージ違うんだ、お疲れ様です、お疲れ様です。
番号呼ばれた時の気持ち、番号呼ばれた時の気持ち、まさか呼ばれるだなんてって気持ちでした。そう、呼ばれると思ってなかった。まあこれみんな言うよね。ド定番、俺呼ばれた時の気持ちはって言われてさ、まさか呼ばれると思ってなかったのでってみんな言うよね。いやでも本当に呼ばれると思ってなかったなってあまり期待してなかった感じ。うん、全く、まあ呼ばれないだろうなって思って、まあでも呼ばれたと、呼ばれても呼ばれてなくてもお寿司食べたいって言ってたから、お寿司連れてってもらおうってそんな軽い気持ちで立ってたら、なんか2番目に呼ばれてました。そう、6番がそう石川咲ちゃんだったんだけど、でその次が私だったんですよ、8番だったから。だから 2番目に呼ばれてんのね。そう、実質そう。なので、そうそうそうえみたいな、もうびっくりした、やばかった。呼ばれなかったら次受けようとか考えた。いや、多分あれでした、あのね、そんな考えじゃなかったと思う。多分普通に、ああ受からなかったんだぐらいの気持ちでした多分そう、なんか多分悔しいとかなんかそういう気持ちがなかったですね多分。そう、そんなに、うん、あんまり無でした多分。え、でもオーディションっていうものに受けたのも今回が、今回っていうか SK の8期が初めてなので、他だと本当に小学5年生かなの時に、当時すごい好きだった雑誌のモデルになりたくてオーディション受けたんだけど、まあ、背がちっちゃくてその時140センチとかだったから、そう多分書類とかでダメだったんですけど、そう初めてだったんですよねオーディション。こんばんは。そういうの本当人によるよね。いや人によるよね絶対。私の性格だったら多分そんなね悔しいとか多分そんな感情になってないと思う。いや今のその自分、この私で受けてたら分かんないけど、そう分かんない本当。合格した理由って誰かに聞いたことあります？ないです。だから私が卒業するとき、まあいつか分かりません、そんなすぐには卒業する予定ないけども、卒業するってなったときに聞きたいね誰かにいやでも誰が選んだかすごい気になるくない？純粋に、なんかどういう感じなんだろうね。一人が、例えばよ、10人スタッフさんがいるとするじゃないですか、その場に誰か一人でもこの子がいいって思ったんだったら合格なのか、それともさ、あれじゃない、本当になんかみんな満場一致系なのか分かんないよね。どういう系なんだろう、そういう風なだけでも どういう系で決めたのかもなんか聞きたいし、難しい。こんばんは。岩佐さんに聞こう。岩佐さんなんかインスタいいねしてくれてましたもうお会いしてないねずっと。岩佐さんは最後にお会いしたのはいつだろうかってぐらいそう、いいねいいね、いいね欄に岩佐さんがいたその後受かったこと学校の人にバレないように過ごしたの、まあ、特に自分からなんか受かりましたなんて言うことでもないなと思ってたので、でも一応別にそんな中学1年生だったんですけど受かった時は、
一応なんか校長先生にこういうなんかオーディション受けて受かりましたっていうのを報告したら、そう学校の先生が中学のね、そうすごい協力的っていうかすごいサポートしてくれる先生方ばっかりだったので、あの私が学校いなかった日に本当に全クラス全学年の全クラスにこういうことがあったのでみんな理解してくださいみたいなんじゃないけど、そうなっていうのを言ってくれたらしい、友達から聞きました。でも全く言わずにオーディション受けたことも本当友達2人、まあ、友達少なかったんだけど2人3人ぐらいにしか行ってなかったので、そう本当誰にも言わずに生活してて、最初はなんか早退ばっかだったんですけど、最初レッスンとか多くて振り入れとか入ったばっかりの頃って結構何気に忙しいことがいっぱいなので、振り入れとか、まあ、撮影とか多いから、そうあの習い事があってって言って早退してましたそう理由が習い事、そうでもみんななんかそれを信じてたみたいで、そう習い事なんだっていう認識だったらしい。でもなんかちょくちょくバレてて、そうちょくちょくバレてて、そうでもなんか友達とかもなんか時間割の紙とかをそうポストに入れてくれてたりとか、先生もそう届けてくれたりしてましたそう優しいよな、時間割とか響きがいも本当にそれ、そう紙にそう時間割となんか持ち物みたいなっていうのを、そう最初習い事があって早退、習い事があるので早退しますってみんなの前で言ってましたあみちゃんの先生見に来てたことあったの、え、なんかね、なんか覚えてますよ、うっすらだけど。でも私が中3の時の先生がすごい公演来たいって言ってくれてて、あと中1の先生もかな、そうこの間 DM 来てたインスタにそうめっちゃ来てました。そう友達もすごい公演見たいって言ってくれてるんだけど、そう今のね、そう今だとね余計にね、そう難しいから今のご時世的に DM 現代だよな、 DM でさ公演行きたいですって言われるのめっちゃ面白くないとか学校行事はほとんど出てなくて、修学旅行も行ってないし、でも最後に行ったのがキャンプかな、中2のキャンプ行きました。そうすごい行かなくてもよかったなって思ってたな、全然楽しくなくて楽しくなくてっていうか、まあ別に来ても来なくても一緒やんと思って、そうあんまだから別にまあ行ってもよかったなとも思ったことあったけど、まあ別に行かなくてもいいかなっていう感じでしたそうすごいなんか別に大したことしなかったキャンプ修学旅行公園でしたね、公園の日だったから行かなかったです。そうでそれすごいなんかすごいあれなんだけど、まあ、一度も担任になってくれたことがない先生が一人いて、中学校にその先生が小学校6年間一緒の小学校の私が行ってた小学校の先生だったんですよ。で私が小学校卒業するタイミングでその小学校を辞めて違う学校の先生になりますみたいな感じだったんですよ。そうそれで、あじゃあもう会えないんだみたいな感じで次中学行くじゃないですか、そしたらまたその先生いてそう義務教育のなんか9年間ずっと一緒だったっていう先生が一人いる
そう、えみたいな、いるやんみたいな感じでした。すごくない？私の9年間を知ってる先生が一人だけいらっしゃる。すごいよね。びっくりだよね。そう、いらっしゃいました。愛知なら修学旅行どこ行くの？小学校の時は京都と奈良でした。中学はね、あれですね、なんだっけ、ディズニー、千葉、東京、わかんないけど、そっち方面でした、多分。卒業アルバムに載ってる気がする。それも私、卒業アルバムも多分1ページも載ってないからさ、学校行ってなさすぎて。そう、クラス写真にも載ってないし、なんか本当に体育祭とかの写真って使われがちじゃん。体育祭すらも行ってなかったので、本当に個人写真しかない写真が。まあ別にいいんですけど、全然なんなら乗らない方がいい、乗りたくないんで。そう、個人写真しかない。今も小学校は京都と奈良なのか。私の時は、小学校の時は京都と奈良だったけど、今どうなんだろう、わかんない。集合写真で右上に合成されるやつ、それすらもなかったですよ。個人写真だけだった。そう、クラスの個人写真だけでした。懐かしい話ばっかりだな、もう。こんばんは。やっほー。もう1時間ぐらい経ちました。早っ。配信始めて1時間、早いな。50分になったら終わろう。あと13分くらい。50分になったら終わるね。で、明日どうしよっかな。なんか朝起きれるかな。別に朝じゃなくてもいいけど、夜でいいや。明日も、明日はお仕事なので、お仕事終わりにやる。お仕事終わりにやります、明日は。そう、集合めっちゃ遅いんだよね、もうさ。もう、みたいな、もう驚いちゃう、遅すぎて。もう夜なんですよ。夜すぎるね。寝る才能があるから、ね、そう、私は寝る才能を持って生まれてきたので、寝ることには自信がありますね。寝ることには自信ありありです。自信ありありでやらせてもらってますね。いや、でも本当に今日は早く寝たいので、本当に早く寝たいので、今日は何と言っても。いや、私だってなんか起きたくて起きてるわけじゃないんですけど、そう、なんか寝れないんですよね。そう、マジもう起きんなって言われたら多分起きないよ。だって起きないもん。そう、起きるなって言われたら起きないです。いや、本当にちょっとの物音じゃ簡単には起きないので。そう、まあ地震とか来たらよ、まあさすがに起きるけど、そう、なんか本当にそれ以外のなんか物音とかだったら起きないですね。うん、最近はでもなんか布団、どういうものを羽織って寝ようってめっちゃ迷いながら寝てる。最高何時間寝た？13時間くらい。
やばくない？一日の半分寝てんだよ。やばいよね。おかしいよね。13時間です。まあでも上には上がいると思うので、13時間以上寝てる人もきっといるだろうけど、私の最高時間は13時間でした。やばいよね。でも13時間寝た時はさすがに何回か起きてたけど、でもやっぱり眠いじゃん。だからなんか最近はちょっとでも眠たい気持ちがある時は起きないようにしようと思ってそう、だから眠たいなってちょっとでも思ったら、まあ寝続けようっていう、そう考えに変わったから。そう、前までは眠たくてもまあこんな時間だし起きるかみたいな感じだったけど、最近は無理やりにでも寝てますね。まあ時間も別にないわけじゃないし、まあ時間がなかったらさすがに起きるけど、まあ次の日休みとか、まあ今日休みとかだったら全然寝ちゃう。だってやることないもん起きてても寝るってめっちゃ良くない？だってさ何も食べなくていいし、何も食べなくても時間が経ってくれるだけじゃん、めっちゃ良くない？ただなんか寝すぎたら寝すぎたでなんか無駄な時間過ごしたなって思う時もあるけど、まあ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 いいのよ別にいいのよ。寝起きが機嫌いい、機嫌は全然良い方です。ただ寝起きが悪いですね。寝起きが悪いっていうか、なかなか起きれない。そう、本当にちゃんと起きるまでに時間がすっごいかかるタイプ。そう、何回もやっぱ寝ちゃいますね最近だと。そう、気づいたら寝てるそう、気づいたら寝てます。睡眠時間短いと体調悪くなる。いや体調は悪くならないけど、でもなんかだるいなみたいなのはあるかも。だるいっていうか、なんだろう、わかんない。でも別になんかストレスとか、まあ誰しもあると思うんだけど、そんなに物事に対してやだこれ嫌だなとかそんなに思わないタイプなんですよ。そう、なんか明らかにこれ嫌だなみたいな、なんかストレス感じるみたいなのにはならないんだけど、気持ち的にはね。でも体にそれが全部出るタイプなので、そう、あ、なんかもう絶対ストレス感じてるじゃんみたいな、肌の荒れ方したりとか。今は治ってるけど、なんか口角炎めっちゃなるんですよね。そう、ここそう口角炎ができたりとか、そう、すっごいね、そうなるんですけど、今は全然多分ストレスフリーでした。何にもないです。そう、ただ体が正直すぎるので全部出てくる、そういうものがそう、だから分かりやすいです、めちゃめちゃ。みんなもストレスフリーで生きていこう。口角炎だよね、一緒。エモリズムは昔からずっとそうだよ。そう、 SK 入ってからずっとそうです。もうそう、口角炎になる。本当になんか疲れたりとか、本当に疲れが溜まってる時とか、めちゃめちゃなんか多分ストレスみたいな時は、そう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 ストレスです。寝相もいいの。寝相はでも悪くはない気がする。分からん、どうだろう。一人で寝てるからな、なんか誰かにぶつかるとかはないから別に特にないかもしれない。ストレス、ストレスじゃないわ、寝相だ。でもたまに枕とかが落ちてます床に。それは悪いのかな、寝相。でも寝てる間に落としてるってことだよね。ってことはそう、ないと思ったら床に落ちてるからさ。そう、よくよく考えたらめっちゃ面白くない？ロフトベッドの上からさぬいぐるみを落っこちてんだよ。めっちゃ面白いよね。そう、たまにあるんですよね、起きたら枕がない事件。
そう、落ちる、落ちてます。起きたら逆さまとか、あ、それはないですね。それはないけど、でも布団がすごい落ちそうになってるとかなら全然ある。でもそれ寝相関係ないよね、多分。ベッドにぬいぐるみとか置いてるの、いやー、そんな可愛くないので、そんなことしないです。そんな寝るときまでアイドルじゃないから。そんな寝るときまでアイドルしてないので申し訳ないんだけど、全然何も置いてないです。なんかね、アピーチっていう韓国のキャラクターのぬいぐるみじゃないけど、枕があるんだけど、桃の形した、あゆかぴょんにそっくりのね、そう、こういう桃の形したやつがあるんだけど、そう、それと一緒に寝てます。そう、それはいるけど、別に体とかない、顔だけのやつです。顔だけのやつ、そうそう、あゆかぴょんに超そっくりなの、顔が、もうあゆかぴょんってぐらい似てる。そう、あ、ピーチって調べてみて、あゆかぴょんそっくりだから。笑った顔がね、そう、あやかぴょん、もろ。あ、バルーンアートのギフトありがとうございます。ありがとう。そう、めっちゃ似てますね。いや、ぬいぐるみは置いたとこで絶対邪魔でしょ。絶対邪魔でしょ、そんなさ、邪魔だよね。このキャラ知ってた、そう、有名だよね。でもちょっと可愛い、ちょっと可愛いじゃない、普通に可愛いです。そう、多分韓国の方だったら馴染みのあるキャラクターっぽい感じかな。似てるかもでしょ。マイメロ枕元に置いてるなんて言えない。マイメロちゃん置いてるの、かわいいじゃないですか、いいじゃん。抱き枕を持ってないの、抱き枕もね、なんか向いてなかった、私には、邪魔でした。邪魔でした。そう、何回かっていうか、一時期すごい抱き枕使って寝てた時があったんだけど、なんか暑かったね、すごい、夜とか夏とかが特にすごい暑かったから、もういいやと思って、今はクローゼットに押し込んである。でもないわけじゃないですよ、抱き枕は一応あります。最近はでも半袖で寝たり、半袖半パンで寝たり、長袖長ズボンで寝たり、ごちゃごちゃ、いろんなので寝てる。それは生誕くじの B 賞ですか。え、いらなくない、抱き枕。人が使った抱き枕よ。なかなかじゃないですか。いや、ごめんなさい、ごめんなさい、すごい揺らした。なかなかなものやるじゃん。部屋の壁にポスターとか貼ってない、うん、貼らないタイプです。それは貼らないタイプ、うん、貼らないですね。なんかめんどくさいって思っちゃうタイプなので、基本何も貼らないです。生誕くじ強すぎる、いや本当でしょ、もうダメだってこんなん。いやでも服とかはあれだけど、なんかそういうのいいね、自分が使いましたみたいな。いらな。生誕くじがただただ石黒家の断捨離企画、
いやでも楽しいね。何にしよっかな。寝具セット、いや今の私のベッド周りマジ最強だからあげれません、無理無理無理。いや申し訳ないけどあげるものないですよ、ベッド周りは。アイマスクぐらいしかない、アイマスク使ってないからな。私がなんかもういつかいつ使ったか分かんない、アイマスクぐらいしかないです。50分だ、じゃあそろそろ終わりにします。ありがとうございました。ではまた明日、バイバイ。また明日も夜やります、夜やります、明日もバイバイ、ありがとうございました、バイバイ、またね、ありがとうございました、バイバイ。